滋賀県警察は警察法第36条により滋賀県に置かれた警察組織であり滋賀県を管轄区域とする略称は滋賀県警警察法第38条により滋賀県公安委員会の管理を受ける給与支払い者は滋賀県知事であるまた近畿管区警察局の監督を受ける本部長者は 大津市内出浜1番15号に所在する。12の警察署と定員2150人の警察官からなる。高速道路交通警察隊のパトロールカー警察署数は12。警察車両のナンバー地名はすべて、滋がである。大津警察署大津北警察署草津警察署、森山警察署高賀警察署大見八幡警察署。 東大見警察署、彦根警察署、舞原警察署、長浜警察署、木本警察署、高島警察署県内の警察署一津内陸県では、あるものの、国内最大の湖である、琵琶湖を管轄することから、常設の水上警察隊を設置し、警備艇を配備している。琵琶湖における、プレジャーボートの指導、水上事故防止などの強化を図っている。2010年までは、 各所で分散して、水上発出所を運用し、毎年7月から8月の期間のみ、関係部署、警察署の人員により、水上警察隊を組織していた。ありがとうございます。